それでは平田選手、7月22日の試合に向けて現在のコンディションからお聞かせください。はい、はい、そうですね。あとちょっとまあそうですね、今週末までしっかり追い込んで、あとはまあ減量だったり体の調整になるんですけど、まあ今のところ順調ですかね。はい、気持ちもしっかり入って集中できてます。K-1 での試合はちょっと久しぶりですけど、はいはい、その間に、はいはい、あの中国の方でも試合やって、はい、まあ、向こうでやったことで、はい、こう掴んだものとか何かこう得たものっていうのはどんなものがありますか？そうですね、まあ一応2回倒して勝ってるんで、まあ、そういう倒す感覚だったり、なんかまあ力を抜くっていうか脱力してその戦うっていうことに関して今練習でも意識してるんですけど、そういうことに関して中国ではできたんで、まあ、それが生かされるかなというのは思ってます。やっぱりこう今まではこう、はい、良くも悪くも力みすぎて戦う、はい、気持ちが、そうですね、やっぱどうしても力に頼って戦うところがあったんで、そこをいかに脱力するかということを意識したりですね、はい、まあ、その方が倒せるということにも気づけた、はい、面もありますね。実際そう、試合もそうですし、はい、普段のこう、はい、練習とかジムワークでもそういった、はい、あの感触とか手応えってのはありますか？そうですね、スパーリングとかしてても、以前より力抜いてやってて、その方が、なんていうんですかね、頭も回るし、体も動くし、そうですね、力の入れるタイミングとかをしっかり意識してやると、ああこんなに疲れないんだって感じたり、そういう時間あります。じゃあ、ゲオ戦からはだいぶ自分の中でも変わってるっていうか、そうですね、はい、と思います。改めて今回山本選手と、はいはい、試合することになって、はい、まあいろいろこう研究したりとかして、うん、はい、まあ、どんな相手だっていうふうにこう今分析されてますか？そうですね、まあ、最近の試合とかを見ると、まあ、落ち着いてカウンターを合わせたりするのがすごい上手くて、まあ、なおかつその一発があるっていうふうに考えてるんですけど、僕はそうですね、まあ、そういうところに対しての対策も、まあ、みんなに協力してもらってやったり、そうですね、日々その相手の
山田選手の映像を見て練習に取り組んだりしてて、はい、それがまあ試合でどう生きるか分かんないですけど、まあ、その日々意識をしてますね、はい。向こうはずっとこう、はい、まあ、ムエタイルールが主だったと思うんですけど、はい、なんか K-1 ルールでやることで、はい、なんかこう変わるだろうと思うところとか、こういったところは、はい、まあ、言える範囲では構わないですけど、はい、なんか違いってありそうな感じはしますか？そうですね、まあ、肘とかすごい上手い、結構ムエタイの試合を見ると強引に入って肘を打ったりとかそういうのあると思うんですけど、でも組んだりとかそういうのはもともと多分ムエタイルールでもそんなにする選手じゃないと思うんで、まあ、そんなに変わんないんじゃないかなって思いますけど、はい、まあ多分リズムとかは他の選手とかよりムエタイっぽいリズムではあると思うんですけど、まあ、そこは自分も大和選手のこと言えないっていうか、まあ、そういうムエタイのペースっていうのはあると思うんですけど、そんなに多分変わりはないかなと思いますね。まあ、まあ具体的な話は別として、はい、こうやってこう、はい、KO でいきそうとかこうやって攻めれるみたいな、はい、そういったのなんかこう、はい、イメージって膨らんでますか？そうですね、まあまあ、そんなこんなこと言ったら、まあ、弱気になってんじゃないかって思われるかもしれないけど、本当倒されるか倒すかどっちかだと思ってますね。本当、まあ、一発いいのもらっちゃったら倒れると思うし、僕も、まあ、でもその中でそれをしっかり対策して、倒せるようには取り組んでます。久々の K-1 の試合ですし、はい、今年の最初の試合ですけども、はい、改めて今年はどんな試合をやっていきたいと思ってますか？はい、そうですね、まあ今年、まあ、この先のことをとりあえず考えてないですけど、まあ、とにかく大和選手に勝つこと、それだけですね、本当、まずそこから始まると思うんで、いろいろと、まあ、とにかくこの試合だけに集中して、この先のことはちょっとひとまず置いといて、勝ちに行こうと思います。はい、会見の時のコメントだったり、インタビューでも、はい、K-1 でデビューして、まあ、10年、はいはい、そうですね、はい、ですけど、はい、なんか、はい、そういった意味で、まあ、早かったとか感慨深いとか、なんかどういかがですか？そうですね、まあいろんなことありますけど、まあチャンピオンになったりして喜んだこともすごいあるけど、どっちかというとなんかうまくいかねえなってことが本当多かった10年だったと僕は思ってるんで、まあそこをしっかり、まあここから先11年12年でどこまで伸びていくかわからないですけど、まあ、今年で終わる可能性だってあるかもしれないですけど、まあそうですね、まあ、まだそのやりきったって、このもう全部出し切ったって思える状態ではないんで、やっぱりそこを目指して、ここから先の格闘家としての人生を歩んでいきたいと思っています。まあ、タイガ選手が、はい、キャリアチャンピオンだったりと、はい、またそういった部分でも刺激受けるところあったと思うんですけど、はい、いかがでしょうか？そうですね、まあ、そこは間違いなく、まあ、やっぱ兄貴としてもすごい悔しいところもありますし、まあ、もちろん嬉しいという面もありますし、はい、まあ、そうですね、まあ、でも今回もすごい協力してもらって、タイガにもいろんなアドバイスもらってやってるんで、まあ、そこは兄弟でジムの仲間として切磋琢磨できていると思っているので、まあ、そのタイガがチャンピオンになったという結果もそうですし、仲間として練習を一緒にしてて、とにかく刺激にはなってますね。はい、では最後にファンの皆様に向けたメッセージをお願いします。はいはい、そうですね、今回僕の中で結構大事な試合だと思ってます。そうですね、もうこの先のことを考えないで今だけのことを考えて試合に挑むんで、期待しててください。熱い試合になると思います。